藤川政治部長に聞きます。まだ政府案、細かい条文等は分かってないんですけれども、このままだと救えない被害者もいるんじゃないかという声も今 VTR にあったようにありました。野党からの反発もあるでしょう。まとまるんですかね。そうですね。官邸サイドは初めからですね、寄付を金額で規制することですとか、あとはマインドコントロールの定義を書き込むといったようなことには最初から無理だという認識を示してたんですね。それは信教の自由といった憲法との兼ね合いですとか、あとは金額を規制しようとすると収入を相手に知られてしまう恐れがあるというようなことで、その2点については慎重な姿勢を示してたんですけれども、それ以外の部分で野党の意見を反映させていく余地があるんではないかと考えていまして、政府高官はこの概要を正式な法律案にしていく過程で野党の意見をどこまで汲み取れるかだというふうに話しています。自民党の中ではですね、マインドコントロールが入っていないから反対するということは世論も納得しないだろうし、野党も政府案に乗らざるを得ないだろうということで、最後はまとまると見られています。太田さんも政府案をめぐって、各党の感触を取材されたということなんですけれども、いかがですか。昨日お話を聞いた自民党の大物議員はですね、今はわざと野党にいろんな意見を言わせて、最終的にそれを取り入れながらまとめていくんじゃないかという見方を示してました。例えばなんですけれども、さっき岡田幹事長話してましたけども、住居以外ですね、田畑とか果樹園、やっぱりこの生活の糧を売ってはいかんのだっていうふうなですね、与党が処分禁止対象を少し膨らませていくような格好でまとまっていくんじゃないかっていう見方を示してましたね。ここら辺が広がっていくんじゃないかということですね。おっしゃる通りです。はい。あとはですね、どちらかというと与党、公明党は消極的な姿勢が今まで言われてきましたけれども、このあたりの感触はどうなんでしょう。そうですね。昨日取材した公明党の関係者はですね、こう言ってました。実は党としてですね、被害者の方の意見を声を聞けていなかったんじゃないか、十分に我々寄り添えていたんだろうか、霊感商法問題でもですね、公明党の立場をもっと明確にすべきだ、表明すべきだっていうふうなそういう声も聞かれましたから、これ与野党がこれからどう折り合っていくのか、注目していきたいところですね。はい、でこの被害者救済と、両輪とも言えると思いますけれども、旧統一教会への対応ですね、明日大きく動くんですよね。はい、そうなんですよね。史上初の質問権行使に向けてですね、明日旧統一教会に対する質問内容を宗教法人審議会に諮るというふうになっています。担当の文化庁宗務課の方に聞いてみますと、この質問が了承されたら非常に速やかに動くんだと話していました。で、この質問権の行使ですけれども、質問を送った時点で行使という形になるそうなんです。で、この質問のですね、内容を聞いてみたんですけれども、やはり事前に漏れてしまうと問題になってしまうということで答えられないということだったんですけれども、この事件記録などまさに今入手しているところなんだと。で、この組織の状況もよく分かっていないので、質問権を使っていろんなことを確認していきたいということでした。藤川さん、これ仮に承認されて行使されたとして、その後どういった展開になっていくんでしょうか。そうですね。与党の中にはですね、来年4月の統一地方選挙までにはけりをつけたいという考え方があるんですけれども、ただ質問をしてもですね、先方から返事が返ってくる一往復で終わるとはなかなか考えづらいので、質問のやり取りに一定の時間がかかるのではないかと見られているんですね。で、またさらに政府内にはですね、解散命令の請求なんですけれども、今のままの事実関係だけだと最終的に判断する裁判所がうんと言わないのではないかという懸念の声があるんですね。で、総理が民法も含むという形で答弁を変更しましたけれども、それで出てくるのもなかなか過去の話が多くてですね、今でも解散命令が認められるほどの悪いことをしているということを立証するのがかなり難しいのではないかと。で、総理周辺も解散命令の請求は難しいと、最初から難しいと思ってやっているというふうに語っています。最初から難しいという、ゴールがほぼ霞んで見えてないという状況の中で、しかし突っ込んでいくわけですよね。これ戦略として何か描けてるんですか。そうですね。実は結論までの道筋がまだ見えてない可能性があるんですね。というのはですね、自民党政権を取材してますと、過去の政権では総理が直接関与しているような案件というのはですね、発表される時にはすでに根回しが済んでいて出口戦略まで描けているというケースが多かったかと思うんですけれども、はい、ただ今回はその答弁の修正があったことでも分かるように、その岸田政権のやり方というのはちょっと違うというかですね、自民党らしくないところがあって私も驚きを感じています。主催経験があればあるほど今の状況ちょっとおかしいですね。いつもとはちょっと違うということですね。結論ありきであってはいけないというのは確かにそうなんですけれども、まあ、事実関係をどうやって積み重ねていくか、これからの進み方を見ていきたいですね。太田さんはどうご覧になりますか？あと忘れてはいけない問題があると思うんですね。はい、それは旧統一教会と密接な関係を持ってきたこれ自民党議員、この総括をどうするかなんですよ。質問権の行使とか、まあ、救済法案出せばそれでリセット終わりではなくて、これ岸田総理、党総裁としてですね、けじめのつけ方をしっかり国民に示してほしいと思いますね。はい、ここまで藤川政治部長に聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。